じゃあこれからいきますね。今日のお菓子ガッツリ気抜くわ。はい、気抜かないで。これすごくない？令和大福今しか売れない。確かにそうです、それだよ。今しか売れないし買わない。ネタ黒蜜きなこ大福って書いてある。多分絶対美味しいと思う。多分美味しい。美味しいと思う。開けますね。きなこ大好きなの。はい、行きますよ。また得意の食レポ。はい、食レポ？じゃあ多分つまやさんがどうぞ。あ、いいよ。よし。あ、でもさ、ううやるんだよ。あ、ちゃんと袋にパッキングされてる。包装してる。手が汚れにくくていいですね。でもこれどうなの？きなこ。多分ボロボロきそうだね。ダメだよ。だ順番で食べたらね。ちゃんとテレビを考えてね。テレビを考えて。よりよるから一回。一回寄ってからあれするから。食いづらい。うん。あ、なんか、まず最初に、開けた瞬間に、まず感じたのが、きなこ、きなこじゃない、黒蜜なのよ。ああ、匂いがした。匂いが、もう開けた瞬間、黒蜜ってきて、で、後からきなこ大福が来る感じ。追っかけてくる。うん。で、結構、もちもちが、すげえ。もちもち。あ、書いてある。もちもち食感が美味しい。あ、それが美味しい。すっごいもちもち。で今、うんって言った瞬間、喋ろうと思ったんだけど、喉に詰まって、そう、危なかった。死ぬやつ、死ぬやつ。気をつけてくださいって、おばあちゃんとかに言うやつ。お正月。そうそうそう、お正月の事件が今起きそうだった。やめてください。危ない。やめてください。はい、じゃあ続いて、太田さん、食べていただきましょう。美味しいよ。でもきなこ好きなんだよ、僕は。うん、甘いの好きなんだよ。おー、いったね、いける。うん、きなこだね。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 どういうこと？きなこだね。あ、うまい。美味しいよね。うん、なんかゆべしっぽいよね。うん、なんかそのがっつり餅ってよりは大丈夫、死にかけてる。なんか黒蜜ときな粉の味もするんだけど、うん、でも結構もちもち感が強い。もちもち感が強い。9割もちもち感。そっちの方に持ってかれてる気がする。そうだね。もちもちで。まあでも美味しい、美味しい。美味しい、すごい美味しい。そう。なんか和菓子だね。でも今しか売れない令和。令和商品買ってみました。はい。オッケー、じゃあ今日は一応今回は、まあ、タイトルとしては、うん、風景写真と、うん、まあ、星合わせて、あ、そうですね、そうですね、風景写真でも桜がメインかな。桜と、まあ、今回も得意の太田さんからいただいた写真を皆さんに見ていただこうかなと思います。はい、ごめんなさい、ちょっと順番が逆になりました。こんにちは、モアリです。ユースケです。ね、これ言ってなかったんですよね。そうだね。さっきは言ったけど、はい。先食べちゃったから、ね。先これ食べちゃったから、ね、こっちに集中がいっちゃったから。そうだね。まあさっき言った今回は星と、まあ、桜を、そうですね、まあ、紹介できればと思うので、最初星からじゃあ紹介しますか。はい。バーっとこういっぱいあるんですけど。そうですね、じゃあバーっと。じゃあ星、はい、星のまあね、今度やりますね、星。はい。ちょっと撮影会取りに行きます。撮影会。はい。ここで2人で多分、はい、2人もしくは3人、うん、佐藤さんがわちゃわちゃで、はい、佐藤さんが来てくれることを願って、あれ先ほどの動画で言うの忘れましたね。佐藤さんが来てくれるの遠回しで来いと。佐藤さんが来てくれるのをちょっと願っております。はい、すいませんね。はい、はい、おー、これすごいね。これはね、まあ茨城って、まあ、ご存知だと海沿いなんですけども、うん、ここ海だもんね、こっちね、はい、これはすごい。これ天の川？そう、世界遺産天の川です。これすごいね。なんとかギリギリ撮れました。映ってるね。ギリギリ撮れましたね、天の川。え、これはなんでこんな映るの？これの時はもうカメラの限界なんですけど、ここギリギリ、まあ地球がどうしても自転してるので、うん、あんまりシャッタースピード長くしちゃうと星がブレちゃうので、ブレちゃうね。まあこの時はシャッタースピードが20秒の20秒、F 値が開放なので、この時が、うん、広角ズーム使ったの 3.5 ですね。あ、 3.5 F3.5 で、うん、ISO 感度はもう6400とかそんぐらい。ああ、上げてね。
で、あとで、まあ、あのライトルームとか取り込んで、あとシャープと、あと重い図をちょっと軽減させてるという感じですね。あと、まあ、あと調整で、あのどうしても光害の、ねね、影響が、ああるねやっぱね、色がかぶっちゃうので、うん、ちょっと多めにホワイトバランスを、あとでパソコンで調整をしています。これ一応あの何シャープネスは上げてんだよね。ちょっと上げました。シャープネスは上げてんだよね。うん、ただまあ干しとるときはもうピントが合ってないようなものなので。まあ確かに、うん、合わせづらいよね。あのよくこういう落ちていくようなこうやって街遠くの明かりとか、うん、まあ街灯とか、ここね、街明かりとか、ここね、うん、まあ、そういったものがあればもうそっちにちょっとピントを合わせて、なるほど、その後フレーミングを変えると変える感じです。なるほど。なのでこう間違ったらリンクピントリンク触っちゃうともうアウトだね。アウトだね。まあ、本当はね、ガムテープとかこう止めるやつ、パーマセルテープとかで止めてやるのがいいんだけど、なかなかね、あれなんで、ちょっと持っていくのがめんどくさかったりとか、いろいろするんで、ちょっとあれなんですけど、すごいね、これ、まあ、あんまなんか。そう、いや、肉眼ではね、ここまで映んないから、ね。映んないよね。やっぱり写真やってよかったなと思いますね。これ、何時頃？これはですね、深夜の1時半。1時半？やっぱり今、その時間だよね。まあ、この時はちょっとね、いろいろ舞台裏があるんですけどね。うん、あのこの前にまたどっか山の方へ違うところをやってんだね。違うところで撮って、そうそうそう、こっち来て。この日はもう新月で月がないんですよ。ああ、やっぱりね、星撮る時は新月を。なおかつめちゃくちゃ快晴。うん、この日はもう珍しかったですね。雲がないもんね。そう、雲がない時はやっぱりタイミング時はいい感じですか、ね、そうそうそう、ね、あのレーダー見て雲が一切映ってないっていう、うん、雨雲のやつね。雨雲ってか、あ、雲か、普通に雲のやつなんだ。そう、雲の専用のレーダーがあるから、それで。じゃあ今度はそれは紹介はしますので。そうですね。はい。で、それで実際ね、行くときに。あ、そうです、見方もね。そう、見方も一緒に合わせて、はい、あの紹介できればなと思います。はい、まあ、それはこの後の動画で、はい、今後の動画か。でも俺も最初は分かんなかった見方。いや、俺分かんないんだって。俺だって別に星撮る人専門じゃないから、すごいよ、だから。いろんなね、写真撮れて。ただ単に楽しいからやってますね。あ、まあ楽しいよね、星撮るのはね。だって人で人間では見れない。そう、カメラじゃないと見れない星をカメラやってるっていうだけで見れちゃう。うん、最高最高最高。じゃあ次行って大丈夫ですか。はい、次行きましょう。はいはい。あら、これも素敵ね。これはですね、あの常陸太田の田んぼの中ですね。うん、これ田んぼの中ね、はい。ちなみにここマジで暗い。だって街灯がない。いや、本当になくて車のライトだけ頼ります。なるほど。めちゃくちゃ暗くて、しかもここ初めて行った場所なんですよ。だからロケ探しにも、うん、場所の探しにまず苦労して。そうだよね、これ多分普通はさ、普通ね、そう、普通はさ、晴れてる時に一回見るじゃん。そう、一回ね、昼間に下見に行くはずなんだよ。一回見るよね。でもこの日完全にノリと勢いだ。もう勢いに行っちゃったんだね。なんならもう家出たの普通に10時過ぎだから。いい、あー、もう遅い。そっから車かっ飛ばして、そうだね、1時間ぐらいかかって北千代田まで行って、うん、で撮影開始はもう12時ぐらい。そう、この撮影そんぐらい、その前にね。で、ピントが合ってるんだね、すごいね。あ、これはどうやってピント合わせるの？これはですね、あの右側、画面の右側が多分明るくなってて、あ、ここね、ここがもう町屋の勾配をちょっと被っちゃってるんですよ。なるほど。で、カメラを右に振るともうがっつり町屋なんです、うん、入っちゃうって。そうです。だからそこに合わせて、あー、まあ、何、町明かりにピントを合わせて、あとはフレーミングをこっちに合わせて。あー、すごいね。あのピントの合わせ方も正直言うと、やっぱり多分星撮ってない人だと分かんないのがあると思うんで、そこはやっぱり 俺も本当苦手で、あ、なんでこれは今度の動画やっぱりね、上げる時に行った時に ね、合わせて、あそこにピント合わせるんだとかっていうのが分かればなと。もう未だに試行錯誤してますから。だよね、そうだね、分かんない、正解側ね、分かんない、うん、これは何、それリフレクションの話ですね。何の反射？それ、この星の。星、これか。これの反射？これ、そうそうそう。これ、肉眼で見てめっちゃ明るかったんで、うん、おそらくマイナス、まあ、二等星とか、そんぐらいかなっていう。ちなみにこれは、星っていうよりは天体ですね、しかも。これはですね、木星。これが。だったかな？ちょっと次の画面を。ピッと。あ、木星ですね。あ、なるほど。これを見て、どこに何があるかっていうのを見て、そうそうそう、まあ、撮ると。あんな明るい星は何だろうってやっぱ気になったので。なるほどなるほど。すぐアプリを立ち上げて、はいはい、あれが木星かと。そうね、これがもうこのままってことですね。まんまです、まんま。これも見やすいですね。でもここに木星がありますと。そうそうそう。で、まあ、写真もここに木星があると。そう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 。ここね、そういうことね。そうそうそう。あ、素晴らしいね。もうあの使い物は全て使う。でこれ M12 っていうの有名なやつ、あのウルトラマンのね、ね、あるよね、
これもあるってこと、これ、まあ、どっかにはここら辺にあるってこと、ね、まあ、見えないけど、そう、本当はもう細かい星がいっぱい集まって星雲がね、はいはいはい、星の雲って書いて星雲っていうのが、うん、すごいですねこれね。そう、なんかこういうアプリを使って、そう、使ってまあ角度を見て、まあ、あと光害と見て、そうですね、いい感じのところを探して、うん、そうそう、撮ると天の川はどこにあるんだろうって探します。なるほどなるほど、ね、そのこの薄くこうモヤモヤってしたことも、これも、まあ、ある意味天の川の名所なんですけど、ああなるほど、まあ、あとは場所によってこう下へ繋がってる、ああまあタイミングとね、まあ、あとここはちょっと結構、まあ、太田の田んぼの中っていったら光害がきつかったので、うん、もうこれ以上、あ、そうなんだ、明るく今度はこれよりも、うん、あの追い込んじゃうと今度明るくなりすぎちゃうんですよ、昼間みたいになっちゃう。ちなみに設定は何ですか。設定は3200の20秒。あ、じゃあちょっと こっちの写真よりはちょっとあの、まあ、暗めに降ったって、暗めにも地明かりがすごい、もともと明かりが明るかったので、なるほど、やっぱりあのその光がないとここまでやっぱり映るんで、そうですね、光がだからやっぱりこっちとか見て、そう、星撮るだけはなるべくね、光がないところね、そう、海とかね、うん、あとは山のね、うん、栃木の日光、日光あたりは本当にないところね、はい、線状化波とか、これは結局この周りはないけど街明かりがあるから、なるほど、これギリギリなんですこれ、うん、フレーミング的にこれもう入るか入らないか、もうこれ以上右に振るとどうなる、そっちに振ると何もない、あの本当に山なんですけど、ちょっと今度は田んぼの冬の田んぼがちょっと半分で消えちゃったりとか、うん、この感じが解いたかった、反射がしなかったりとか、まあ、難しいところですね、どこが犠牲にならなきゃいけない、そうそう、うん、この時もしかも田んぼのあぜ道に車を突っ込ませたので、結構めちゃくちゃ狭かった、ちょっと危ないですか、そうね、怖い、あの一歩間違えば脱輪コースなんで、そうだよね、気をつけないと、そうそう、まあ、あんまり無理しないで、そう、無茶しない程度やった方がいい、はい、じゃあ次この後ね、はい。